ニュースにもなってたんですけど、はい、田んぼの真ん中に、田んぼの中に亀裂が走ってたっていうニュース、多分熊本地震で、田んぼの、もう本当ど真ん中に亀裂ができて、裂けてるっていうのがあったのが、このエリアなんですよね。で、ここも、こことここのお宅が、地震プラス土砂災害受けられてて、でここのお宅も地震直後、ボランティアセンターからボランティアさんが来ることができなくて、僕らもずっとボランティアセンター行ってたんですけど、活動、向こうでの活動終わってから、こっち来て、まあ、家財運び出し、させてもらったり、っていう状況でした。ここですね。ここがちょうど土砂崩れ。こんな感じで、もう崩れてます。ここも地震での被害じゃなくて、はい、土砂での被害ですね。で、未だにやっぱ山の中にこう亀裂が走ってて、で、そこにやっぱ水が入って、そこから染み出て土砂が崩れてくるっていうんで、中に、山の中にはこうブルーシートかけられてるとかいっぱいあるような状況です。本当はここの家の、あの建物見たらわかると思うんですけど、はい、あの基礎のあれぐらいまで土砂が、下からどうかな、3、40センチまでずっと土砂がずわっと流れ出てたような感じですね。もう普通に流れてました。民間同士の土地なんで何もできないっていうことだったんですけど、ちょっと僕も昔、まあ建築の仕事してることもあって、ちょっと一回調べてあげるよっていうことで、県の方に聞きに行ったら、ちょうどその土砂っていうか休憩車地の指定エリアだったんで、で、そこで最終的には県が、まあ応急的な処置をしてくれて、こういうふうに土のう袋とかも乗せていただいてですね。まあまあ応急処置なんで、まあ、ね、まだこれからね、いろいろとしてもらいたいなっていうのがあるんですけど、多分あそこも多分だいぶ落ちてきてるんじゃないかな。あそこ結構張ってるでしょ。うん、結構パンパンになってるんですね。多分ここもともとブルーシートがここまで来てなかったと思うんですけど、じゃあちょっとずつ、多分ちょっとずつ動いてるんだと思います、うん。結構上の方から落ちてきてますもんね。結構上の方からね、上の方に亀裂があって、そこから、そこに雨水が入って、土砂が崩れてきたみたいな感じです。ここなんかもサンルームって言って、サンルームがあったんですけど、その撤去を僕らもさせてもらったんですけどね。すごい浮いちゃってますもんね。そうなんですよ。建物自体はしっかりした地盤に乗ってるんですけど、それ以外のところがこんだけ浮いちゃってるんで、ね、玄関先がね、ここすごく、わかりやすいかな。ここが、ここだったんですよ。こんだけ動いてるんですよ。わかります?これが、こっちの地面とこっちの地面が、どっちが動いたのかわかんないんですけど、これだけずれてるんですよね。本当は、この角が、ここにないといけないのかな ?1 メーターはないけど、80センチずれる。で、ここ、要はこんだけ空いてるのもそうなんですけどね。ここのが分かりやすいですね。こんだけずれてるんですよね。だいたいここで1メーターぐらいずれてるから、まあ、川に落ちてるっていうのもあると思うんですけど、だからこんだけで、これだけずれてる。道を辿っていくと、田んぼの中に亀裂がずっと走っている、うん。ここは、まっすぐになってたって。そう、多分もともとはまっすぐなってたと思うんですよね。それがこれだけ動いちゃってるんで。
られたのは区長さんなんですけど、すぐそこの区長さんなんですけど、今日の朝もちょっと喋ってて、やっぱ地震の前は雨降ってもここまで濁ることがなかったって、川の水が。だから山に多分亀裂とか走ってて、その土砂が若干流れ込んでるからこういう状態になる。大丈夫そうに見える。実はこちら側がだいぶ動いてて、もう抜けてるような状況。こちらから撮るとわかりますか。下向いてて、ちょっとわかりにくいかな。東日本の時に何もできなかったんで、物資運んだぐらいで、ずっと何かできればなと思いつつ、今回はまあたまたま時間もあって、そしたら帰れなくなっちゃいました。この道がやっぱ通れなかったみたいですからね。最初4月の19日に来て、阿蘇で物資を下ろして、で、そう、もうボランティアの募集もなかったから、そのまま帰ろうかなと思ってたら、僕の友達の友達が熊本市内で、被災されてて、で、友達から依頼があって、ちょっと個別に物資を運んであげてくれって言われて、で、そのまま物資運んで、その後、21日にボランティアセンターが開設されて、そこからずっとボランティアセンター、4月の21日から7月の末ぐらいまではボランティアセンターで動いてて、でもうボランティアセンターで動いてたんですけど、やっぱこうボランティアセンターでは行けない現場、危険とか本当に困っている人がまだまだいるんだなっていうの で、そんな中やっぱボランティアセンターも結構縮小傾向にあったので、まあこうやって有志集まって今活動しているわけです。いや、行政とのつながりはないですよ。もう本当に被災者さんとのつながりはありますけど、僕らの活動を見てこんなことお願いしたい、あんなことお願いしたいっていう行政からの依頼とかは全然ない。ゆくゆくは公費で解体はされるんですけど、お父さんがぼちぼちやっぱ片付けられてて、公費解体はやっぱりいつになるか分かんないっていう状況でね、まあそういう方のお手伝いをしていただきます。あのですね、ここ今私のところは上陣って言うんですよ。で、この奥が下陣で、この上陣と上陣もこの半分からこっち下陣の方向はものすごく地盤が良くて被害が少なかった。熊日がやっぱし新聞で相当褒めとったですね。3億年前の地盤だって言って。やっぱ上陣の下の方は川に近い方は。あっちはダメだよね。だからどうしてもやっぱ地形的に川があるから、ったけんですね、砂地とかそういう、この水がやっぱし災いしとったよね。で、この前新聞に熊西が取り上げてたのはこの水道管、応急的に小学校が あるもんで、小学校が始まるまでになんとかその間に合わせたいということで、もう地管を入れんでその上を通したの。そしたらその夏になったらお湯になるって確かになったですもんね。でも私は水が出るだけでありがたいって、水がないなら私たちも避難所から帰ってこれなかったですもんね。5月の14日に帰ってきた。もう4月の17日からもう14日からもう小学校に避難しとったっけね。で、小学校がダメだから海老名瀬上がって14日はまだ津森小学校はそんな傷んでなかったんですけども、16日の本震で小学校の堤防が今度通るとき見せますけども、そこの堤防が石垣が崩れたけん、もう川北へ渡ろうということで全部津森の人は
海老名市に避難した。これが高さなんですよ。でこれが上がっとってる。わかる？ここが断層が走ってるね。これ見てるね。で福岡の断層が走ってても、あんまりほら家に影響はなかったって言ってもうん、だから断層があっても地盤がいいと持つ。これは片田だし、堤防が、はい、あ、そう、地震で崩れたんですよ、これ。橋だったの？いやいや、ただの堤防やけども、ほら、こんなって地震でしてやったやつが、この、ここだけが、うん、断層が走ってるがためにやられた。断層のための地割れ、あそこに。もともと断層が走ってるっていうのはご存知？知ってましたけど、どの辺を走ってるかまでは詳しくは知りませんでした。で、私たちのこの上陣地区を断層が走ってるっていうのは聞いとったんですけども、それが一詳しくこの辺を通ってるよとは言うてなかったですね。で、さっき言ったあぜがほら同じように立っておられる向こうはほう右さんずれてる。どっちがずれたかは私たちもわからんのやけども、こんだけこれまっすぐだった。もうこれ見るとわかる。ほらまっすぐだった。これが断層が走ってるためにこうずれてる。うん、であそこまで行くとね、カラコンがあった。あれから見るとずっとまっすぐ断層が行ってるのが田んぼが、ここはもう全然植えてない。その上は半分植えてある。その先はなんとか植えられたみたいだけども、田んぼを植えるのにはですね、水が水平にこうきちっとならんと苗が沈んだり浮いたりするから、必ず田植えされる時には水平にこう土をされるんです。ところがこんだけも断層が浮いとったら、農家の人のトラクターぐらいでは直せないということで、でもう今回は諦めますってされんだ。で、国はこれに大豆を植えなさいって言うけども、大豆植えたにしても機械が入らないかんのに、こう断層のとこ渡られないですもんね。でそういうのをどうしてくれるのかって国には問うてるけど、なかなか返事は来ない。ここでこんだけずれとるんで、ここから後ろも見た。さっきのあったでしょ、1メートルぐらい、マンホールのところで1メートルぐらいずれとったでしょ。あそこにずっとつながってる。つながってる、この断層。でそこから上がもうほら、きれいなもんです。で、こっち側はもう、こんなやって川沿いはもうずーっとシートをかぶってる。特にあそこは、川が合流するとこだから、うん、やっぱ地盤的にも昔からやっぱこう、弱い砂地の地盤だと思うね。あちらのブルーシートがかかってるところから、これは地下の地中で、またこれはちょっと地区が違う、うん、ここは旧地区で積もる地区を構成しとるんですよ、うん、で今言った上陣の半分と下陣がよくて、あとはもう実中がちょっと、このグラフはちょっといいですかね、この地区がちょっといいぐらいで、あとはもう全滅、相当やられてるんですね。今度スキドっていうところ連れて行ってやるけども、そこなんかは8割家が倒れてます。結局工事の解体もいつになるかわからない、自分らで燃やしてられるもん。これほら、ひな壇になっとったから、上の石垣が崩れて、下で家は潰して、
今度はその潰れた家の石垣がまた下を崩すそんな感じ。でこれが西原まで上がられる道だ。ところがもういつ解消するかわからん。ものすごく被害が大きいって、うん、道がまたすごいですね。いやいや、ほらこっちもあれも全部崩れた、うん、ここはもう8割が避難しておられる。2割から、まあ、3割おらんということだったと思います。で、避難所からこっちへ降りてきて片付けてまた夜は帰られる。ここがこんなに被害があるのはでも断層の関係なんですかね。うん、いや、やっぱし、まあ、断層もあるんですが地盤でしょうね。地盤でですね、この前の山の真ん中中腹ぐらいに10軒ぐらいの家があるんですけども、そこも全滅、うん、でやっぱここはその今言ったようにひな壇式にこう家があったから、上の石垣が下へ来て、その今度は家の石垣がまた下へ行ったというような壊れ方をしているというわけですね。益城町の中でもここはじゃあかなりひどいエリア。そうです、一番ひどいところですね。つもり地区ではですね、つもり地区ではここが一番ひどい。復旧の明度とか、うん、だから集団で移転をとか、まあ、いろいろも話は盛り上がっ持ち上がってるんですけども、なかなかやっぱですね、マスキの中でも一番再建が難しいエリアかも。そうだよね、ここはまだね、揺れがあって上物は潰れとるけど下はまだ大丈夫、まだね、こっちよりは、うん、でここは下がいかんからね、うんうん、だから上物さえどうにかしたら、まあまあね、どうにか下があるから建てれるけど。で今度もう一丁この下に通りますけども、そこは銅園っていう、そこが大体6割ぐらい家がやられる。いや、これはちょっとでも言葉が出ないですね。あぜんとしますよ、たった1本ちょっとの揺れ でですね、これは16日の。そうです、16日がもう全部大体。この積もり地区は14日の日はそんなに被害があってないんです。16日がひどかった。で今度行くところがもう一番テレビで、報道されて、お宅も見とられるかもわからんですね、あの麦畑がカッとずれてるところがあります。もう今はもう麦を買ってありますから、あんまりこう麦を植えてある時と見た目が違いますけども、地面が動いたのはよくわかります。でこれが銅像の部落です。でここが6割家がやられてます。蓮池ってこの先か。もうこの辺はもうこれはもう解体したところですね。新しい家はやっぱ耐震してあるところは持っとるみたいですね、うん、私たちの家でも一緒やけども、15年ぐらい前の家はから建てたやつはなんとか残ってるけども、もう古い家はもうほとんどこの辺は古かったから。これ本当はこうまっすぐだったらしい、それが向こうがこっちへずれとる、考えられんぞ。で、なんでかって言ったら、これ熊谷の先生が私連れてきた時に、家の倒れ方を見てくださいって。みんな右の方さん倒れとるでしょうかって。だから、向こうが動いたって言われた。こうか。はい、あ。
ここもそうだね。ここはね、一応掘ったっていう。断層が見るために。で、ここの方が行く。で、そこからはもう山に行ったわけね。あ、こう抜けとるのか。そうそうそう。あ、そこはずれとるね。そうそうそう。あ、本当だ、道が曲がってるわ、あの、そう、黄色い山土になっとるとこが、多分、断層のとこね。断層です、そうです。で、山さん上がっていくと。ああ。で、そこば破って上さんが。これひどかった。これば見るとわかる。水路ば見ると。本当水路まっすぐに。そうそうそう、曲がっとるでしょ。この先が、はい、さっき土砂崩れを崩しとった、マンホールのとこ1メートルぐらいずれとったでしょ、一番最初に案内した。あそこの辺りに、この山の向こう側がその、に繋がっとるんだって。畑の、田んぼの、ほら、あぜ道がずれとったところになる。あれがずっと上がってきとる。そっちに、こう斜めに入っとるんか。こういうこと？こう来とちょっと斜めに入っとるね。そうそうそうこういう感じで行っとるんだ。ここが通っとったよ、ほら。ここが。で、あそこがほら崩してもらって。で、これもほら、道はもうちょっとこっちだった。でしょうね。うん、それがほら、こんだけずれとるんだ。そうそう。考えられんの？これがそこに欄干に行って、この下があそこの溝に行かないか。多分この欄干がまっすぐなっとった。そう。この川とこれがまっすぐなっとったんだ。そう、だからやっぱ1メーターぐらいほらずれとる。あ、わかりやすい。そうやせやせやせ。本当はほらうちの前の川に流れ込まねえかんとなってんが、池が沈んだけん、1メーターだけ水が流れんと。あ、これはこっちに本当は流れてた。そうそう、そして肝心のほら俺ん家の前に来る水、なんかこれが下がってしまったから、うん、湖が、うん、道山の池が下がったけん、それを見るのはほらここ見たらわかる。すごい下がってる。これ本当は向こうに流れとった。こう流れねえか。川の勾配が変わってるんだ。池からこっちに。そう、池から本当はこっちに流れとったらしいんだけど、もう川が、池が沈んだから逆になっとる。こっち側が沈んどるで。今日はほら、下雨が降ったけまだここまで来とるわっていうが、もう本当はもうちょっとあそこ向こうで止まってしまうとだね、水が。待って、ここで止まっとる。あれもあんなで綺麗に取ってやったやけども、今度の地震で小松らが2、30センチごそっと落ちた。ああ。うん。苔が生えとるのが前の状態。前のまんま。だけどこっち側はそんな苔取らんわけた。落ちとらんわけた。わてが向こう側は結構落ちとる。で、先ほどほら山が崩れてるとこ、これを通るためにこっちやる。で、本当はほらこっち見て、こういう苔が生えてるね。苔が生えてるやつがああいうふうにきれいに切ってやったんですよ。向こう側は落ちた。あ、向こう側は落ちた。そうそう、賢いね。で、あんだけ軽い石をこの土はきれいに取ってやると長持ちする、大丈夫って崩れんって言われてたけども、今度はその神話は崩れた。で、崩れた。シャレじゃないんだけど。
ほら軽石ってほらこのこと、はいはい、軽いとった石が、でこれがやっぱ1メーターぐらいにごそっと落ちとった。だけど町にはもうこの山を削ったらどうですかっていう、うん、そして泥は堤防の1メートル下がってるところに持っていくですたいっていうところだってね、なかなかね。ここは昭和56年に58年か土石流が発生して、ずっと泥が詰まってもたんですよ、この下まで。